皆さんこんにちは、葵です。はーい、おはようございます。今日は1日 Vlog を撮っていこうと思います。シェリちゃん、はい、シェリちゃんもいるしマネージャーさんもいます。でとりあえず今日は夕方から仕事で、それまではちょっと時間があるので、まあ、もろもろ確認することとかあるので、とりあえずランチをしながらしたいと思います。はい、シェリーも行ける、ワンちゃんが行けるカフェでちょっと作業とか、まあ、打ち合わせとかしたいと思います。お腹すいたのでとりあえず向かいましょう。レッツゴー。オーダー懐かしのシェリーがこの間誕生日やったんですよ。おめでとう。その誕生日のケーキもここでテイクアウトしました。ああ、あの可愛かったやつね。あれ何でできてるの？お芋。へえ、美味しかったね、多分多分私はハンバーグランチで、さやさんはパスタランチ。美味しそう、明太子めっちゃ入ってる。いただきます。いただきたいと思います。手骨感がしっかり。うわ、いただきます。とろけてる。食べてシェリーちゃんお散歩いっぱいしました。そしてブラブラしてます、うん、衣装探しとプレゼントがちょっと探してるので、なんかいいのあったらいいなというところでございます。はい、ワンちゃんが OK なお店ってすごくありがたいです。うん、でも結構ね、あ、なんか路面店とかやったら、入ってくださいね、全然みたいに言ってくれるんですよ。うんうん、だから、やった。やった。なんかできたぜ。やった。で、私はね、行きたいところがあるんですよ。近づいてきた。ご本人です。はい、こちらご本人です。イエーイ。イエーイ。あ、壊れた。来たいところはですね、アメダでした。いやー、アメダです。本当にいいよ、うん、めっちゃそう。もう髪の毛の、 あのマスクするだけで全然違うから、うん、ちょっと、まあ、特別な費用にでもいいから、うん、絶対やった方がいい。ダメージがある人はもう本当にサラサラになるし、しっとりになるし、絶対おすすめ。あの大阪とか、うん、なんか地方の方とかもめっちゃ言ってくれる、うん、あのアベダで見ましたよみたいな。嬉しいね。恥ずかしいけど嬉しいみたいな。ずっと来たかったんですよ、うん、やっと。でも流れるらしい。うんうんうん、じゃあほんまにこれがいいんですよ。ボタニカルリペアインテンシブマスクリッチ。うん、こっちがいい。ライトもいいけどリッチの方がもっとさらに心の底から本当に愛用しております。首の動きが癖。嬉しいね。嬉しいね。ニヤニヤしちゃう ね。なんかもっと頑張ろうって思います。はい、頑張ります。頑張りましょう。皆さんも期間内に見てください、うん、はいね。ヘッチニヘッチニシェリーちゃん、ああバイバイ。疲れたアピール。マネージャーさんが持つと置いていかれたくないので歩くんですよね。これがまた休憩しに来ました。もうシェリーめっちゃあったかい。おねむモードや。あ、仲良し。おなおなを飲めたら。キャラメルラテをいただきます。美味しい。チェックになってる。うん、シ
シャ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 ンって書くようになってもう目がかえ、もう右目が見えになってて1週間くらいなんですよ。多分花粉で目をこすってしまってそれが原因だとは思うんですけど、うん、治らないの大体いつも2日ぐらいで治るんだけどなんか違和感がある、うん、二重がパチっていってる感じがしなくて、うんうん、奥まで閉まらないというか、うん、片付いてない感じ、はい、片付いてない感じします。なんで右目だけ眠そうですけど、うん、お気になさらず、はい、髪の毛大丈夫ですか？うん、いい感じ。動画でね、Get Ready With Me撮るときに巻いたんですけど、うん、うまくいかへんくって、でも時間だったらいい感じ風に見えて、うんうん、で、ちょっと悔しくて今日もう一回巻いてみた。なんか耳にかけるのとかけないバージョンで結構印象変わるね。はい、かけます。はい、かけます。はい、かけます。あー、短く見えません？見える見える。はい、下ろします。はい、下ろします。あー、あなたはどっちみたいな下ろす派、かける派みたいな、なんかそういうグミの CM みたいな。まだ正解がわからない、うんうん、ナチュラルビューティーな感じ。難しい、巻き具合のバランスって難しくない？うん、難しい。全然なんかロングの時のがなんとなく出てきっぷっぷやで、でもなんかボブやってすごいちゃんと目立つから、うん、すごいちゃんとそう、なんかこっちだけうまく巻けてこっちだけうまく巻けへん、後頭部は適当、うんうん、っていうね。ねえねえ、今日さ、ちょっと韓国メイク、この間、その韓国コスメで、うん、なんかじゅわっと広がるようなリップのなんかこの真ん中、うん、だけが濃くて、うん、だんだんこう薄くて、うん、プルッポテみたいな、うん、うまく説明できるんですけど、うん、が、うん、ちょっとやってみたらいい感じになったから、うん、今日もそれ、うん、でもちょっとマスクで取れちゃった、うんうん、あ、じゃあ今欲しいものあります？欲しいもの、うん、ファッションやったら、うん、でも、うん、あの可愛いブラウスが欲しくって、私がいつもお願いしているスタイリストさんに、うん、どこのブランドがいいと思うみたいな相談して、うん、教えてもらったブランドが私も知ってるブランドやって、うん、やっぱそれ可愛いよねってなって、うん、今まだ在庫があるかを確認中な白いブラウスがあるんですけど、うん、リボンでめっちゃ可愛いんです。うんうん、なんか髪切ってからなんかちょっと甘めの服も気になるようになってきて、うんうんうん、コテコテのもうめっちゃ可愛いって感じはロングの時は避けてたけど、うん、なんかそういうのでもいいよねみたいになって、うんうん、それを今検討中なのと、うん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 、あとはボッテガでボッテガ欲しいです。欲しいなみたいな、欲しいものは言い出したらいっぱい出てくるんですけど、ね、うん、あとあのローファー、うんうん、言うのはただやから、言うのはただやから、うんうん、言ったもん勝ちやから、そうそうそう、まあ、ローファーは欲しいなと思って、うん、なんかあのシンプルなローファーを持ってたんですけど、うん、それがちょっとお手頃プライスのやつやったからちょっとボロボロになっちゃってるんで、うん、ちょっと定番で長く使えるやつでいいもの欲しいなと思ってるのと、うん、なんかちょっと持ってるいいやつは、うん、あのレオパード柄が入っちゃってるから、うんうん、セリーヌのやつが、うん、そう、だからそうないやつが欲しいなって、まあ、ファッションはいっぱいあります。うん、いいですね。雑貨は、うん、あのラグ、あ、マット、はい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 、リビングとかに敷くようなやつが新しいの欲しいなと思ってて、うんうんうん、今持ってるやつはイケアのやつなんですけど、うん、もうシェリちゃんの今までの歴史がちょっと、うん、ちょっと詰まってしまっていて、頑張ってお洗濯をしてもなかなかって感じなので、うんうん、そろそろ変えようかなみたいな、失敗しないから。どのデザインのやつ？今のやつは白っぽい感じで、真っ白じゃないけどシンプルな大きいやつなんですよ、うんうん、だからその大きさは大きい方がよくって、うんうん、色は明るい色がいい、なんか白とかベージュとか、あ、いいですね、なんか黒とかやっぱ顔くすむかなと思って、うんうんうん、あとヘアが暗くなるかなと思って、うんうん、でもチェリーの毛みたいにふわふわないとかがいいけど噛んじゃうから、うん、なんかそこまでふわふわじゃない、噛んじゃうんやワンちゃんって。いや、いや、マネするマネするするよね。この方は何でも表現で顔で伝えてくれます、はい、あの顔を使わずに喋っちゃダメですとか、うん、手を使わずに喋っちゃダメですって言われたら、うん、ほんまに喋られへんかもなんかみたいになりそう。はい、ということで会社に戻ってきて今意見打ち合わせが終わりました。シェリーちゃんはおねむです。カメラ嫌いすぎてネタ振り始まりましたこの後もちょっと打ち合わせが続くので今日は動画ねこの辺で終わりたいと思います。久しぶりにちょっとマネージャーさんと Vlog 撮ってみたんですけど、また撮りたいと思いますね。しりちゃん
ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。